はい、今回も、毎日囲碁チャンネルを、ご覧いただきまして、ありがとうございます。囲碁インストラクターの金子健です。はい、今回は、本因坊戦リーグ、最終局ですね。芝野虎丸、名人対、横塚七段の一局を紹介したいと思います。はい、芝野さんとね、許家元さんが5勝1敗で並んで、はい、まあそうですね、この2人に絞られたんでしょうかね。はい、まあ、負けても、プレーオフがあると、そういう状況だと思います。はい、じゃあそれでは、見ていきたいと思います。はい、芝野さんの白番ですね。あまりこの2人の対局はあんまりね、見ないので、局数もね、少ないとは思います。で、二間ですね。はい、この手は賭けが待ってますんでね、この研究の成果がね、現れるとこですけど、二間に開きましたね。はい、これ相手の手を外したような意味もあります。はい、ここで伸びました。ここで伸び普通ですよね。こうやる形も一応はあるんでしょうかね、このような感じで。ただまあ白も黒もね、こう滑って打つことができますんで、これと実戦とどっちがいいかね。これもなんか考えられそうな気がします。はい、実戦は伸びて、はい、そう、最初のと当初はね、二間はこれで、白が良くないということでね、ほとんどもう見られなくなったんですけど、あえて打ちましたね。はい、つけました。はい、ぶつかって、こっからね、戦いになりましたね。こうやると、まあこうやって、こうやるかつなぐかね。こうやってから、まあ黒もこちらとかにね、開くような打ち方で、まあこういうのもあったかなとは思いますけど、まあ、ぶつかって切ってね、厳しくいきましたね。はい、下がって。これで桂馬も考えたいんですけど、こういうのはまあ、当て込みから打つんでしょうかね。当て込みからこう覗かれてしまうと、これはこうやって痺れてしまいますよね。つなぐとこれ継がれて、これはちょっと黒も攻め合いが心配ですから、まあ、大体、受ける相場になりそうです。ここつけましたね。ここはこう打ちたいところでしょうか。まあ、黒のね、注文としたらこれね、こうなって、例えばね、これをこうやってこう取ろうとすると、こういうような感じでこうやってね、こちらで稼ぐことができますんで、こういうのが一応注文かなと思いますね。これもこうやって、こうやって、こうやって打つと。この一目をね、利用して、厚くできましたよね。なので、こういうのも注文なので、こういう手はね、打たないと思います。実戦は覗きから、これは重くしようという手ですね。こうやって、そうですか。失礼しました。この進行にはならないと思ったんですけどね。僕は、そうですね、まず下がりとか、下がりとかが第一感ですかね。下がりとか、まあこちら跳ねてからね、跳ねてから下がりとか、まあ跳ねたら跳ねる。それからつなぐとかね。まあイメージとしてはなんかこんな感じでね、打つのかなと思ったんですけど、そうでしたか。こうやりましたね。まあこれはまあ今まあ取らなくてもね、単に曲げるような、筋もありますんで、まあ保留しましたか。まあ保留は
ありますね。先にこちらをちょっと攻めようということですね。で、押されましたね。なるほど。これで、そうですね。今こうやって取るのは、これはね、絶対つないでくれないんで、例えば、こうやるのは、やっぱりこういうとこ打たれると、ここの出口が、でも難しいですね。これはこれで大丈夫ですしね。本当は当てたいんですけど、当てには絶対つないでくれなくて、ここのね、コウ材を利用して、こうやってきますからね。黒も3は怖いと。なので当てる、こちらの図もね、考えられたとは思うんですけど、そうですか。実戦は先にこちら打ったんですね。飛びもこちら飛ぶのとね、迷いますけど。これはこっち打たれたのはちょっと自分としては嫌でしたけど、僕だったらもう取っちゃうかな。僕はこの手でこう取っちゃいそうでしたけどね。こう打つと一応この石をね、黒は攻めるっていうことですけど、相当これだと地損してますんで、ちょっと黒怖い打ち方だったのかなと思うんですけどね。ここで黒番ですね。攻めるって言っても、ここに行っちゃくないとね、なかなか攻めが効かない格好ではありますんで、どうするかってとこですね。黒も結構悩ましいと思いますね、次の一手は。ここまでがね、昼食休憩なので、どうするか。ちょっと黒もね、強い石とは言えないんで、こういう手だとちょっとあんまりかったるい気がしますしね。ちょっと黒の打ち方が次どう打つか、楽しみですね。そんなところでしたか。じゃあそれでは、この辺りで、終わりにしたいと思います。ぜひ、チャンネル登録の方も、よろしくお願いいたします。じゃあそれでは失礼いたします。